NHK 教育テレビ天才ビットくんの人気コーナーグラモンバトルがついにゲームになった。舞台はアイデアの都ビットランド。プレイヤーはミク、箱次郎の2人と出会い、グラモンの話で意気投合する。そんな3人の前に現れた謎の探偵シンがある取引を持ちかけた。ビッハー、ビットランドへようこそ。私、箱次郎と申しますです。ビットランドの他の仲間も紹介しよう。ミク、ユージン、アイコ、ユーコ、セイコ。戦いのファンタジーランドグラシアムで待ちに待ったグラモンバトルトーナメントが開催されるぞ。その名もハチミツ味の海杯。そして優勝者にはなんと伝説のアイテム海のビッキーが贈られる。このビッキーは持ち主のどんな願いも叶えてしまう夢の扉の鍵なのだ。チェックだ。ハチミツ味の海杯を制するのは一体どのグラモンなのか。自分で書いた落書きがグラモンとなってグラシアムの中で大暴れ。あ、ライオンだ、アイコになった。水攻撃、すごい攻撃だ、竜巻だ。それではここでグラモンを描いているところを覗いてみよう。グラモンが自由に描けるんだね。羽をつけると飛ぶんだね。次はグラモンのトレーニングを覗いてみよう。トレーニングしてグラモンを育てることができるんだね。あ、やってるやってる。あ、HP が上がったね。君が倒したグラモンを集めたミュージアムを覗いてみよう。いろいろな見方ができるんだよ。2000体以上のコンプリートを目指そう。攻撃対魔法、もちろん魔法学科。まだまだいけるよね。いきなりデータス以上、データス以上になっているぞ。君が描いて育てたグラモンでバトルバトルバトル。どんな技を出すのか。蹴り蹴り蹴り、すごい攻撃だ。ビットランドの謎を解き明かすのは君しかいない。天才ビットくんグラモンバトル、待っててね。